こんにちは、風と雲の美容室代表の淳と申します。前下がり、前上がりを使った、グラデーションボブ、この頬骨がすごくこう張ってらっしゃる方が多いので、ここを前下がりにこう深く切りすぎちゃうと顔で一番こう高さがある部分ってこの鼻の頭だと思うんですよね。でここからこのウェイトがここに丸みがついた時に大体どの辺に来るかちょっとチェックしながら、自分がしっかりとポジションをこう移行しながら、ここをぐーっと前に引き込んであげて、なるべくこの前下がりを残したまま、じゃあ顔周りをいっぱい軽くしてこっちを重たくしてしまうと前下がりと全く真逆の角度になってしまいますので、一口にやっぱりグラデーションボブといっても前下がりだったり前上がりだったり組み合わせ一つですごく骨格360度きれいに見せることが可能だと思いますので、ぜひマスターしてみてください。